初登場ヒズの皆さんをお迎えしておりますけれども、細野さん、はい、本当にどういうきっかけ、あの、ね、ジャンルが全く違くていらっしゃいますよね、うん、清志郎氏とねローリングストーンズの楽屋で会ったんですよ。おそれが初めて会ったの、去年1年前です。おそれからなんかね、うん、いや、その後半年経ってやろうっていうことになって、なんでそれが学ランなんだ、ね、学生服にセーラー、そうですよ、ご自分たちも変だと思いません、自分たちがおかしいなと思いませんか、思います、そうですよね、はい、冬美さんいかがですか、こういったのメンバーと一緒に歌うということは、やっぱりもうベテランの方ですから、ベテランの間に演歌の名家一輪、そうですよ、綺麗にまとめてくださいました、それがね、それが素晴らしいね、リズム素晴らしいメロでもって、ね、早速ね、あの聞きたいです、聞きたい、スタンバイの方お願いできますでしょうか、20年代の友達ですから清志郎君とは、あ、そうですか、古いんだ清志郎さん、ね、今日靴下もすごく素敵でいらっしゃって、おしゃれですね、でもね、そこかとなくね、この取り合わせってのは ね、もしかしたらこれからの日本の音楽界をリードするんじゃないかってアイデアが入ってるんですね、そうですね、まあ、違った一面をどんどん引き出していくかも分かりませんもんね、こういうすごいところに挑戦するってさ、素晴らしくない、彼ら3人、なかなか初挑戦、しかも、うん、あの今夜が、まあ、テレビ初登場ということで、嬉しいね、これは見応え聞き応え十分ではないかと思いますね、ヒットバンドナインティを最初の番組に選んでくれたんだもん、あ、そうですか、そうよ、その番組に私が出た、そうですよ、素晴らしいですね、昼間笑っていても出てたんで、そうです、よろしくお願いします、さて、それではお届けいたしましょうか、ヒズの皆様で夜空の誓いです、どうぞ、あなたのこと思い出すたび、夜空の星が近くに見える、遠い街に離れていても、僕らの夢は今夜も一つ、ああ君の声が風の中に混じっている、そんな夜さ、そんな夜さ、いつまでも暗い夜さ、私に